よかろうもんねえ、今日夏一番の暑さなんじゃないかなってぐらい暑い。暑いね、はい、こっからは何ですか。ひんやりさせたいと思います。よかろうもん、はい、初の心霊スポット巡り。あ、帰ります。おいおいおい、イエーイ。おい、通勤しなくな。シュ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 、ガチやん。あれガチやきんしとくけど、さっき画面に映ってさすがに。でまあ今回ね、この清水ヶ丘公園、はい、まあ、一見普通のね、はい、素敵な公園ですよ。あちらにカメラをやるとね、ちょっと見せますね。大原隧道というトンネルとなっております、はい、こちら、はい、でこちら全長254メートル。長っ。これでも地元民普通に通るトンネルなんです、ね、そう。この後ね、その奥に行くと兄弟橋である吾妻隧道っていうそっちもトンネルがあるんですよ、はい、そっちまで一緒に駆け抜けたらいいんやけど、なんかそのそっちの方に行かずにこの大原隧道を往復すると、なんか途中で声が聞こえるっていう、はい、向こうに一回抜けて戻る途中に何か聞こえたらガチ死んでるって。待って待って、いやちょっと待って待って、ちょっとそれ怖くなってきた、それじゃあレッツラ行ってらっしゃい。え、行くよレッツラ心霊、初のよからもん、初の心霊心霊動画。どうもポンツクスでーす、あの今日はね、よかろうもんで夏の思い出動画をたくさん撮ろうということで、よかろうもん初の心霊スポット行ってみた風動画、イエーイ今まで一度もね、心霊系に触れてきてないと思うんですけど、これなぜかというと、うちのメンバー、タクヤヒロがね、心霊絶叫 NG とかけど、まあやっぱ夏の思い出といえばやっぱ一つは入ってくるやん。ただガチ心霊スポット行っちゃうと結構その立ち入り禁止やったり、まあやっぱ本当になんか取り憑かれたりとか、まあなんか俺あった場合はちょっと保証しきらんけ、なんでもないトンネルに行って嘘の、まあ偽のね、ちょっと心霊情報をちょっと吹き込みまして、どっちがよりビビるかっていうのを見たいなと。下手したら帰りずっと機嫌悪い可能性あるよねどこでバラすかうん、ちょっと怖いけどねそういう意味では怖いけどやらせていただきたいと思います、はい、ちょっと協力よろしくお願いします。じゃあ、レッツゴー。とりあえず行くんよね。あ、とりあえず行きます。俺センター。え、なんか一番後ろの、なんか。なんでそんな。カメラマンやけん。いいカメラマンやけん。いい。俺のゴープロやけん。俺のゴープロ。俺のゴープロ。ひんやりとしてます。引き返そうでもない。死んでスポット行くやつ、アホやと思ってとったら俺。ねえ。遅くなったやつ、みんなが遅いって早く行けって。マジで怖いっちゃう、そんなこと言って。行け、俺が後ろ行くわ。いい大丈夫、行くから行ってるから。俺行ってるから。俺戦おうと。マジで言う俺ちっちゃい頃頭痛いって言うんだって。マジで言う、めっちゃ戦おうとするんだけど、ずっとセミじゃなくて。やめて。撮影の始まりに行くところじゃないね。まあね。それはそう。こっからスタートやね、今日。知らんやったもんで分からんもん。不吉やね。不吉なスタートからや。え、マジ今んとこマジ何もん。マジ。耳が気持ち悪いぐらい。なんか。まあなんかトンネル入るとなんか変な。なっとるよね。なんか気持ち悪い耳が。はい。反響かな。マストなんか、え、何耳鳴り聞きしよった。耳鳴りっていうか普通にめっちゃこれやめろ、植物がおしっこしとる。うん、でも前もソファーの上でよし、でもちょっとじゃあこっから本番やけん、はい、往復ちょユダイちゃんとマサル追って。マサル追ってマサル追ってマサル追って。こっから本番やけん、往復した時に何か誰か聞こえたら言って。喋っちゃダメってことね。じゃあ喋らん方がいいね。オッケー。ガチ聞こえたら教えて。はい、何も聞こえんたらまあちゃんと。いやってますね、怖え。あ、でもセミのやつが反響したんかな。えらい高い音聞こえちゃうね。気持ち悪い。なんか中で耳が気持ち悪い。
なんか鳴った今。は？え？喋った？それはわかるで。そうだ。は？え？喋った？は？それはわかるで。そうだ。ちょっと泣いてないかな。腹立つ。小学生ぐらいまでやったら分かる。どうするやつね。確かに。ちょっとでかかったよね。ね、確かに。ちょっとでかかったよね、多分ね。確かにね。はい、ということで、はい、今回の企画、偽心霊スポットに来たらメンバー驚くのか検証大失敗。いやでも俺は若干ビビったよ。ちょっとドキドキしたでしょ。ドキドキした。心霊スポットではございません。ございませんでした。やってんだよマジで。いや俺ね、なんかね、心霊スポットの割にはむっちゃ人通るやんと思って、うん、むっちゃ。それで言ったら、あの、まあ、俺から言わせてもらうと、うん、なんで心霊スポット昼来たん？二人のことを考えて、はい、ガチ夜のガチ心霊スポット行ったら絶対いかんやん、マジで。いかん。いかん。そやけん、どうにか来てくれるハードルでチョイスした。みんなのことを考えてくれたんですよ。分かってるんですか？ということで、はい、あ、偽心霊スポットドッキリでございました。この動画が良かったと思う方はグッドボタン、高評価よろしくお願いします。コメントも出しぼっちゅうほど申し上げております。取り憑かれたかもしれない。神々お化け、神々お化け。各個人が、よかろうものオフィシャルツイッター、そして各個人がやってる、ツイッター、インスタグラムありますのでフォローお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。せーの、そんなら、そんなら